始まりました。山県チューブです、えー。今日もよろしくお願いします、えー。今日はですね、高田信彦伝説パート3を、えー、やりたいと思います。えー、昨日、えー、パート2だったんですけど、えー、もう一丁いきます、えー。まず最初に言っておきますが、これは都市伝説です。 今から話すことは私の妄想かもしれませんし、おとぎ話かもしれません。えー、断片的な記憶をたどって、えー、お話ししますので、すべて完璧に話せるわけではありませんが、鳥肌立つか立たないか、信じるか信じないかは、あなた次第でお願いします。 では頑張って楽しくお話ししたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、えー、まずはですね、えー、ドンペリ10本から乗るだけサワーというね、お話をしたいと思います。ある時ですね、私はあの、友人 Y さんと一緒に、えー、ちょっとあの、誕生日だったんで、えー、お祝いをしていただいてまして、 で何件かはしごをしてですね、最後にですね、あの、懐かしい、あの、UWF 時代にですね、あの、高田さんと付き人時代に最後の最後に行き着く、六本木の芋,芋洗い坂っていうところがあるんですけど、そこの、えぇ、ー、ね、頂上、てっぺんのところの、ちょうどそこにあるビルがあるんですけど、そこの、あの、3階。 会員制ですごい急な坂を登っていく3階なんですけど、あの、すごい狭いところなんですけど、スタッフっていうですね、伝説の UWF 関係者、またはプロレス関係者のまあ特に酒豪が最後に行き着くような場所。そして U インターも最後に行き着く場所。で、高田さんもお気に入りの飲み屋さんだったんですね。 そこは、あの、昔、あの、俳優の、え、竹内力さんがですね、売れる前に、あの、そこで働いてたこともあったりとかですね、そういった場所です。で、そこに、え、僕が、ま、その Y さんに言って、え、一緒に行ったんですね。あ、いいとこあるよ。で、行ったらですね、あの、偶然にも、え、高田さんが、六本木からブレーンと一緒にですね、 ドドドドドっとね、なだれ込んできて、えー、5、6人で。で、僕は2人だったんですよね、その人、岩井さんとね。で、そこで、あ、えー、のー、高田さんに見つかっちゃって、まあ、狭いとこなんで、もう逃げようがない、えー、店なんで、そこで、なんでいいのみたいな感じで、あの、言われて、うわ、まずいなと思って、いや、今、今、今日、誕生日で、あの、友人に祝っていただいてたんですって言ったら、 うーん、いいね。誕生日じゃあ、ドンペリ行きますかつって、ドンペリをそっから、マスター、ドンペリ10本つって、ドンペリをですね、10本ね、僕のために開けてくれたんですよね。えー、じゃその頃っていうのはちょうどプライドがすごく盛り上がってる時で、で、高田さあ、桜部さんがすごい活躍されてて、ちょっとこう、 怪我をしてたりとかして、満身、えぇ、ー、創意なね、え状況で戦ってた時でした。で、その時にですね、高田さんは一緒に、えぇ、ー、ドンピリをこうね、一気一気しながらこう、お祝いしていただいて、で、その最中に飲みながら、桜庭さんのためにですね、涙を流して、 桜葉が満身創痍で頑張ってるんだと。もう本当に涙を流しながら飲んでたんですね。で、それ見て僕はまたあの感動しまして、高田さんとね、あの、前回え喋った内容で僕がたもを分かった理由を分かっていただいてると思うんですけど、あの、高田さんのこと嫌いで距離を置いたわけではないので僕は。 で、ついてった人たちが高田さんに今すごく愛されてたり、セコンドにまでついてね、もらえてたりとか、あのー、ちょっと遠巻きで、えー、ね、ユインター時代の天皇みたいな状態だった高田さんがすごくこう降りてってね、あの若い選手に寄り添ってこう、一生懸命こうサポートしてるのとか見てるとすごい、ああ、いいなって、羨ましいなっていう思いも反面こうありながら見てたので、で、そこで高田さんがその、 ね、プライベートの飲みの、えー、最中でもですね、他のブレーンがいる中で僕と出会って、そこで僕の前でですね、桜庭さんのこと語りながら、こう、涙しながら飲んでたんですね。まあ、そういう姿にですね、高橋さんのいい年の取り方をしてらっしゃるなと。で、僕はもうすごく感動して、その日の誕生日の酒はいつも以上に美味しかった記憶が ありまして、あ、桜尾さん、羨ましいな、みたいなね、思いがありました。その後ね、えー、ちょっと、ね、二人は揉めて、ちょっと今はこうね、なっちゃってるところあるんですけども、まあそういうシーンが、えー、ありました。で、その後ですね、あの、その店の、あの、お酒がですね、えー、ドンペリ10本で終わらず、あの、もう全部、もうある酒、やっぱり飲んじゃうんですよね。 で、もうマスターにあのーうん、もう高田君お酒、店の酒全部ないよって、最終的に言われちゃって、で、えもう全部ないのって小田川さんがこう言って、で、うんじゃあ、もう出ようってなって、外出て、 外出たら、24時間やってる居酒屋なのかなすぐ迎えに、あの、また、昼までやってんのか、夕方までやってんのか分かんないですけど、こう、あの、その日も、まあ朝方だったと思うんですけど、やってるんですよね。で、そこに、まあ行くぞっ、つって入ってって。で、席につくなり、まあ大体、えー、テーブルの長さで言うと、1メーター。 えー、で、奥行きが80センチとか、まあ、1メーターとか、1メーター50とか、または2メーターとか、ぐらいのテーブル、こう、まあ、でこう、重ねて、1メーター50だか、2メーターだか、ちょっと忘れましたけど、こう、とにかく、ま、2メーター近くはあったと思うんですね。で、そのテーブルのところにですね、僕と Y さんと、高田さんと、最後残ってたあの、後輩の、豊永稔だったかな豊永稔。 だよね。松井じゃないね。豊永実が4人で最後座ったんですよね。で、座って、座った、えっ、ー、と、同時に高田さんが店員に、うーん、乗るだけサワーつって、ここに <laughs>、テーブルに、もう全部この隙間なく、隙間なくサワーを乗せろっていう指示をしまして、ブワーっとサワーが、 テーブルにこう、隙間なく積まれて、乗せられて、で、その姿を高尾さんがですね、こう見て、ご満つで、うーん、じゃあ、これ飲んだら帰ろうってこう、言うわけですね。で、もう、Y さんももう、どん引きしちゃって、だけどまあ、とにかくもう高さんね、あの、言うの言うことなんで、 もう僕らももうやるしかないんで、もうこれ飲んだらもう帰れるんだと思って、もう一生懸命、その時僕付き人じゃないんですよ。付き人じゃなくて、もうあのー、ね、僕は僕でやってた時なんで。そしたら、まあ嬉しかった、嬉しかった嬉しかんでしょうね、高田さんもね、そのスタッフで僕とばったりやって、僕はそのね、 そこを活用してねやっぱり、でももう、タカワさんの,あの影響なんで、まあ、そういうことと、あと、桜庭さんのね、ことで、まあ、ね、そういう感じで鑑賞したって、一緒に飲めたということでね、僕も嬉しかったですしね、タカワさんもね気合入っちゃったのかもしれませんけど、とにかくドンペリ10本飲んで、店の酒全部飲んで、その後に、 え、また、そこの向かいの居酒屋で、え、2メーターぐらいの幅の、え、テーブル、ね、奥行き80センチぐらいのテーブルに乗るだけサワー乗せて、え、全部飲んで、帰ったというお話です。はい。その後、まあ、ちょっと僕もその後トラブルがあったんですけど、高田さんは最後、えー、それでタクシーに乗せて、えー、ね、えー、ちゃんともう、 まあ、はな、ね、どんだけ離れててもね、出会っちゃうと、やっぱり付き人モードになっちゃうわけですよね <laughs>。で、まあ、豊永ついてたんですけど、豊永もう、大した役に立たなかったんで、その時は、僕がビシッとこうついて、ね、高田さんを、えー、タクシー乗せて、豊永頼むぞ、つって、で、終わったんですけどね。その後、ちょっとまあ、事件はあったんですけど、それはまあ、ちょっと置いときましょう。時間がなくなっちゃうんでね。 はい。じゃあ、それが、えー、以上が、ドンペリ10本からの、乗るだけサワーの話でした。はい。じゃあ、次にですね、えー、ハッスル、えー、でのこと。ハッスルでのことっていう話をします。ハッスル、タガワさんがやってました。今日僕ね、T シャツ、これ、ハッスル T シャツで、唯一ね、持ってる T シャツで、あの、アメリカに僕いるときに、あの、タガワさんがハッスル始められて、 ドキモ抜いて笑ってたんですよね、向こうでね、あの映像を見ながら。で、帰ったら、東京戻ったら、あの、田田さんのハッスル見に行きたいなと思って、で、結構ブレーンと最前列のチケット買って、よく見にちょいちょい行ってたんですよね。で、そんな時にですね、あの、田田さんから控室呼ばれて、控室行って挨拶行って、したら田川さんがですね、あの、うーん、ハッスルどうだった でこう僕に聞くわけでですねで僕その時はあの田川さんに誘われてるとは思ってもみなかったんで単純にもうただただ僕はブレーン連れてってゲラゲラ笑いながら最前列でチケット買って貢献してたんですよであの単純にですねあの僕はあのダメ出しをしちゃったんですよねいやここがあんま良くないんじゃないですかみたいなここもうちょっとこういうふうにしたらいいんじゃないですかみたいなこと言っちゃったんですよね そしたら高田さんがですね、顔色ちょっと変わって、うーん、すぐお前は否定から入るってこうね、言うわけですよね<笑>で<笑>。で<い>、<laughs> あ、なんかそういう感想を聞か,れたからだから、あの、なんかそれ、ね、そのアドバイスした方がいいのかな、みたいな思ったんですけど、ちょっと高田さんがそこで、あの、ちょっと、え、多少こうムッとされたというか、 まあ、その記憶があるんですけど。まあまあ、もう長い、付き人が長いので、もう5、6年やったんで、多賀さんのね、そういうとこ、あの、わかるんで、怒ってるか怒ってないかぐらいわかるんで、ただその時はですね、まさか誘われてるとは思わなくて、あの、まあ、た、そこで僕は、いや、ハッ最高でしたもう多賀さんもう最高でしたっつって、言ったら、お前、一緒にやろうよって話になったと思うんですけど、まあ、まあ、なっても僕はその時は断ってたと思うんですけど、でも、うん、どうかなまあ、 あの、ま、そういう流れだったようです。後で、まあ、周りの人から聞いたら。はい。で、えー、っとですね、まあ、あ、そうですね。で、その後ですね、ご飯食べに行ったんですね。高田さんと。で、時にですね、あの、僕はあのー、ご飯食べてる時に、高田さんにあの U w F、UWF を、僕はまだあのー、引きずってたので、 いつか UWF を復活させたいと。まあ、インターを復活させたいみたいな話をしたんですね。その時は高田さんが、えお前まだそこにいんのって僕に言うわけですね。で、まだそこにいるのって言われちゃったなと思って、で、どういうことかなと思ったら、高田さんはもう先に行ってるぞ、俺はと。俺は先に行ってるんだと。お前はまだそのレベルかと。 まだそこにいるのかと。でこう言われてちょっとこう考えさせられたっていうことがありましたでそっかそっかと思って後で自分でじっくりこうもう一回こういろんなことを考えたらですねあの常に高田さんは前に前にこう進化をさせて進んできたなと体ボロボロでも何でも挑戦してきた人なんですよね高田さんというのは。 それが、ま、ある意味、ユーのイデオロギーのね、思想だったんじゃないかなっていうのが、僕の中にこう、あって、で、そうか、そうかって、田川さんはまだ、進化されてんだなと思った時に、こんなんじゃ、あのね、昔、田本分かった時に、いつかビッグビジネスやりたいって言ってた、あね、自分がこう、恥ずかしいなと思って、よし、もっと俺も、 前に進まならいかんなと思って力が今ねまだそんなない時にあのね UWF だの何だの言ってる場合じゃねえなってちょっとその時当時は思いましたねただ今でもね僕は UWF はあの一度はですねあのファンの前で みそぎの大会をするべきだと僕は思ってますんで、えー、いつかですね、あのー、いろんな人たちがギスギス、この人とこの人はいい、この人とこの人はダメみたいなのありますけど、いつかね、あの、そこをなんとか解消できたらいいななんて思いながら、えー、日々精進しております。はい。じゃあ、次の話いきます。えー、高山さんのこと。 高山さんはあのい椎のね、えー、あのい椎損傷してしまって、全損傷っていうね、重たい、えー、損傷でもう下半あの、首から下が身動き取れないような状況になってしまいました、でそれからもう今、3、4年経っているのかな、まだ頑張ってねあの、気の遠くなるようなリハビリをですね、えー、されております。 でそんな高田さんがですねあの高山さんのことを、えー、なんかサポートしてないとかこう遅いとかねこう動きがねあのそういう話はコメント欄とかでもちらほら見れたんで、えー、まあまあもうそういう周りの声も僕の方にも入ってきてたんでねもうちょっとその辺のフォローを、えー、この場を借りてさせていただきたいと思います、えー、まず高山さんが事故に遭った時にですね、えー いち早くですね、僕の方に高田さんから連絡が来ました。あのー、大事業来たんですね。あのー、なんか、高田さんが着信入ってって、留守電聞いたら、うん、もしもし高田ですけど。うーん、もう、忘れちゃったかなやばけ久しぶり。俺のことなんか、もう、忘れちゃったかなまた電話します。 でこんな感じで入ってたんですよね、留守電がね。で、僕ぼ大至急も折り返して、あ、田さんお疲れ様ですってこう言ったら、高山のことをお前聞いたかって知ってるかって言ってるうから、あ、知ってますって言って、ちょっと大至急奥さんと連絡取りたいんだけどっていう話になって、僕は奥さんと連絡取って高山さんに繋いだんですよね。で、繋いで、 えー、そこから奥さんとこう、ね、高橋さんは会ったりしてこうあのミーティングをしてどういうふうに支援していこうかみたいな話はしてたんですよね。で,でそういうのはあんまりこう外には出てないんですけどあの当時ですね、あのー、最初の頃っていうのは大阪で事故に遭って高山さんがそこで、えー、いろんな人にこう事故に遭ってすぐにです、ね、応援したいってこういうふうに僕でもないでも言ってもですね あのその時はですね、応援できるような状態じゃなくて、まずはもう本当に生きるか死ぬかのもう、まあ、瀬戸際だったので、でそこで DDT っていう団体で事故がありましたが、DDT の高木三四郎、ね、高木の三ちゃんが、あのそこであの一生懸命ケアしてたわけですよね。で、奥さんとか家族にじあの心配かけないように、あのお金の面でもうバッチリサポートしたりとかしてね、 それで結構 DDT はね、だいぶそこで、ね、あの、経済的に追い込まれたという事実を僕はですね、あの、風の噂で聞いてまして、で、だけどそれはもう、あの、自分のリングでね、あの、倒れたからっていうことで、高木の三ちゃんはこの、男気を出してたんだと思うんですよね。で、もう、もう、奥さん心配いりませんから、みたいな感じで、僕は全部その辺お金のこと全部頑張ってやりますんで、あの、とにかくあの、 まあ、そばにいてあげてくださいみたいな感じで。で、大阪でも、えー、病院を転院したりとかですね、すごい危ない状態で転院したりとかって、こう、いろいろこうあったみたいなんですよね。だから、結構な額の金が最初の前半に1ヶ月半とか1ヶ月とかですかね、あの、かかってたと思うんですよね。で、それだけでも DDT がもう傾くぐらいの多分、そのことだったと思います。で、結構追い込まれてたと思うんですよね、実際はね。 で、まあ、そんな流れもありながらも、高田さんも、あの、こう、貢献した、応援したいという動きがあったんですが、なかなかその、支援をしたくてもですね、奥さんの方にこう伝えても、奥さん、今は大丈夫ですと。あの、まあ、そうだよね。それは、あの、高木三四郎からそういう風に言われてるわけだから、今は大丈夫ですって、こうなりますよね。で、時期が来たら、 え支援をお願いしたいですみたいなことを言ってて、それは時期が来たっていうのは、高山さんが安全に東京の病院に転院できたらということですね。向こうでとりあえずの処置をして、なんとかこう命をね食い止めて、で、東京の病院に運ぶときも何百キロもありますから大変ですよね。そこで何かあったたら本当にまた 死んじゃいますから、それでそういうのをですね、一通りですね、こう、まあ、搬送もできて、店員が東京にできて、よしこれからだっていう時にですね、え、高田さんは一緒にも、あの、記者会見を、え、しようと。で、なんだったら、え、来人の榊原社長にも協力してもらうから、え、もう、来人上げて、高山を、 応援したいと。俺も全面的にやるし、来人も巻き込んで高山を応援しますみたいなことを奥さんに言ってたわけですね。で、記者会見はちょっと、あの、えー、早まんないで待ってほしいっていうようなことも僕も来て、僕から、えー、奥さんや高木三四郎、えーえー、社長に僕は言ってあったんですけど、まあ多分、 言ってたんですけど、まあさっき言った事情で追い込まれてたと思うんですね。で、そこで、うん、鈴木、高木、えー、三種は鈴木、えー、さんと、鈴木さんと一緒に記者会見をしちゃったんですよ。で、高田さんが、ちょっとこう、かやのほどじゃないですけど、まあちょっとこう、リレーションがこう、うまく取れなくてですね、 えー、あの場では高木さん郎と鈴木みのる選手でこう言っちゃって、鈴木さんが前田さんも高田さんも協力してほしいとこう言っちゃ、言ってたんですけど、実はもう高田さんはもう党の最初にもう動いてて、えー、高山さんに全面支援を約束してたという、えー、ね、裏ではそういう経緯がありましたので、 高田さんが冷たいとかそういうのは全く当てはまらないと思います。そして、その後にもね、高田さんのもうスケジュール調整して鈴木健さんと安城さんと一緒に高山さんのお見舞いに行ってます。その辺のことは高田さんのツイッターとかなんかそういう SNS でもね、あのインスタとかな,なんかでも出てたと思いますんで、今一度ご確認ください。でもね、水面下でいち早く高田さんは動いてらっしゃいました。 はい。それはちょっとフォローで言っときたいと思います。はい。えー、っとですね、それとですね、えー、高田さんがよくドライだとかね、あのー、なんか冷たいとかこう、えー、言われる人もね、あのー、近年こう、いるんですけど、あのー、こういう話、話があります。清水社長。えー、清水社長 という U インターをですね、あの、最初にこう立ち上げるときにお金をドンと4000万くらい出してくれた社長がいます。そしてキングダムの時にも何千万も出してくれた社長さんがいます。町田市長の息子さんでもともとその、もう我々に多大なる貢献をしてくれた社長がいます。で、ある時ですね、インターがあの亡くなって、 えー、まあ、10年かけて、ケンさんは焼き鳥屋で、高田さんは芸能とかで、えー、稼いだお金でですね、その、インターでこしらえた借金があったんですけど、その借金は2億最後負債があってですね、我々が対抗戦頑張ってもですね、最終的には会社は2億の借金が残っちゃってたらしいんですね。ただもうこれ以上は、えー、他の人たちに負担かけられないんで、高田さんとケンさんで、 えー、インター終了の時に1億ずつ借金を分けて、これは俺たちで、えー、かぶってちゃんと、あのー、ね、あのー、それぞれ生産しようよということで、で、高田さんの方がまあやっぱり早く生産できて、で、ケンさんの方は、あの、10年がかりで休みなく焼き鳥焼いて返したらしいんですよ。で、 まあ多少僕らね、あの選手はね、いろいろこう、未払いだとかね、いろんなことその昔あって、まあ、あの、ありました今でも僕もね、残ってる部分もありますけど、ね、もうね、自分で一人立ちしていろんなのを人を食わすようになったりとか、逆の立場になってね、あの、いろいろこうやってくると、ね、あの、請求なんかできないですよね。もう本当に世話になって、ああ、来た方が大きいのでね、もっともっとね。えー、で、えー、っとですね、まあそういう、 え、ことがあったんですけど、その時にですね、えー、ケンさんとタガワさんにですね、あの、清水社長がですね、もう恒例なんですけどね、あの、交通整理のガードマンをやってるぐらいにもう、あの、貧乏になっちゃったという噂が入ってですね、で、大至急タガワさんとケンさんはですね、それを確認して事実だっていうことで、 2人で話し合って相談して今できることをやろうっていうことでもうかけ自分たちでお金できる範囲でしっかり集めて、えー、だ高田さんと健さんで2000万ずつ用意して清水社長の元に届けて、あのー、その節はお世話になりましたと、えーね、お世話になったのにインターも潰れ金グダルも潰れ。 だけど恩に報いることはねこれであの全部報いられるわけではないんですけど何かの足しにしてくださいって言ってドンと4,000万持ってったっていうですねでそれでその清水社長は感動してじゃあありがたく受け取るよって言ってそれで家を建てたで家を建ててそこの一室はあのいつでもね高田君あの鈴木君泊まりに来ていいからねっつってこの部屋は君たちがいつでも来た時のために開けとくからねって。 いうような、えー、話がありますあります。で、その話をですね、あのー、後日聞いた、あのー、安城さんがですね、今度はですね、安城さんは、あの、もっと稼ぎが、えー、安いんで、こうね、僕はサラリーですけど、あの当時、取締役だったんで、僕にもですね、清水社長に、あのー、ちょっと貢献させてほしいと。 で、僕はもうやっぱりサラリーなんで、あのー、月に3万円振り込みますって言って、安城さんも、えー、しばらくずっと清水社長に3万円を振り込んでたことがありました。まあ、そんなね、えー、僕の、あのー、大先輩たちは、えー、市やね、安城さんや県さんはですね、まあなんやかんや、 いろんなところで言われてることもあるかもしれませんけども、裏でもですね、いいこともやっているという、えー、ことを最後にですね、美談として、えーね、伝えておきたかったです。で、えー、ちょっとまだシリアスな話というか、まああの、楽しい話一つ最後にやります。えっと、ある時ですね、僕アメリカから、アメリカ遠征から帰ってきて、 あのー、原、裏原、原宿の裏側ですね、おしゃれなスポット。で、ちょっと細い道がこう、くねってこう、あるようなところですね、小雨パラつく中ですね、あの、こう歩いてたんですね。そしたら前からあのー、高田さんと向井さんが、こう、傘さして歩いてきてます。で、それ見つけたんで、僕は傘バーン投げて、まあ、小走りでバーッと前まで行って、お久しぶりですってこうね、僕はあのー、挨拶したわけですね。 したらその瞬間、田川さんが、向井さんこうやって傘さしてるんでしょこんなとこでこんなとこでなあ、向井って言ってこう言ったわけですね。で、その言った場所がおしゃれな裏腹で、しかも横に、あの、スターバックスの、あの、あの、テラスみたいなところがあって、そこで、 あの、テーブルがあって、みんなそこで、まあ、あまだ小雨ですから、お茶してる人もいて、でえぇ、ー、みたいな、た、高田みたいな、えー、そんなね、お茶目な、え詩、ー、で、で、横で向井さんが、こう、傘差しながら、うん、や、山県ちゃんねみたいな感じで、高田さんを見守っているという、えー、ことがありました。まあ、僕はあの、ね、アメリカが帰ってきて、あの、ね、そんな場所で、 出会って嬉しかったんでしょうけど、嬉しかったにしてもですね、いちいちアクションが大きいというのが、えー、うちの師匠の、えー、特徴でございます。ね,、えー、ねなかなかいいでしょ母さんもね、皆さんの中でちょっとまた新たな、えー、ね、えー、まあ、母さんの印象が芽生えてくれたらありがたいなぁと思います。 はい。で、最後にね、えー、本当にもう、最後に最後に言ってますけど、本当の最後に、あの、田川さんの最後をよく言う口癖で、えー、今日は終わりたいと思います。ちょっといいっすかちょっといいっすかうーん。鳥肌立った。また、山県チューブに、出てこいよはい。じゃあ、 ありがとうございました。